どうもこんにちは、水ニャンです。本日のサブチャンネル1本目の動画になるんですけれども、本日は東京都知事選挙の、投票日でございます。で、残念ながらですね、私はですね、まあ、大阪、東京と、2拠点、家がありで、住民票がまだですね大阪であるがために、で東京都知事選挙のですね、まあ、投票の、まあ、権利というものは、ございません。で、まあ、本当にですね2週間の間、まあ、いろいろと、まあ、都内各地を回ってですね東京都知事選挙の、まあ、取材であったりとか、まあ、進めてきたんですけれども、まあ、今回のですね、まあ、都知事選、本当にもう日本で、まあ、日本の市長選挙の中では、まあ、最大級の、まあ、選挙となっております。で、まあ、今後のですね、まあ、こう都議会議員選挙であったりとか国政を、まあ、占うに等しい、まあ、選挙となっております。ぜひですね、まあ、東京都民の方、ぜひとも、投票所の方に足を運んでいただき、そして、投票していただければなというふうに、思っております。てなわけで、以上水ニャンでした。